okay? Gotta blast away some rocks so I can expose the power cell. It's working! Nothing's exploded. こんにちは、セクシーです。今回の動画では Work という言葉を取り扱っていこうかと思います。 Work という単語はよく日本でもハローワークですとかハードワークというように仕事、働く、労働といった意味で知られています。実はこれらの意味の他にもう一つ重要な表現が Work にはありまして、聞く、効果があるという意味でも日常的に使用されています。まずは日本語字幕をつけて使われている場面を見ていきます。 Okay. Gotta blast away some rocks so I can expose the power cell. It's working! Nothing's exploded.今回は Work が2回使われていました。1回目はアーロイがプラズマキャノンを巨壁に向かって撃っている時に It's working と言っているのと、壁がびくともしないのを見た後ろに立っているコタロという男性が This isn't going to work. This isn't gonna work と言っている場面です。まず1つ目の文の意味を見ていきましょう。まず It's、こちらは It is ですね。 It、 それと Is、 何々は何々ですという2つの文字が、短く短縮されて It's となっています。次の Working は聞いているという意味になります。これは現在進行形といって Be 動詞と ING をつけて何々しているという形ですね。後ろに ing がついているのは今目の前で岩が壊れているのを見て聞いていると言っているので、今まさに進行している状態を表現していて work 聞くの後ろに ing 何々しているという意味の ing がついているわけですね。ですので文の意味を直訳するとそれは聞いているという意味になって、日本語らしく訳すと聞いてるという意味になります。It's working. 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 二つ目の表現は This isn't gonna work という表現になります。こちら一つずつ文章を意味訳していこうかなと思います。まず This はこれという意味になります。二つ目の Isn'tは is と not が短縮されて isn't となっています。その後ろに going to gonna がついています。これは未来形と言いまして is going to で何々する予定であるという意味になります。今回は効果がないと否定したいので not をつけて何々する予定ではないとなっています。発音は going to を短くして gonna と発音されることが多いです。 gonna の発音が難しいと感じる場合はカタカナで gonna で覚えてもいいです。次の work は聞く、効果があるという意味になります。文全体の意味を訳すとこれは効果がある予定ではない、もしくはこれは聞かないだろうという意味になり、日本語らしく訳すとこんなの聞かないよという意味になります。 This isn't gonna work.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 
This isn't gonna work. 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 それでは今度は日本語の字幕をつけて、その後に英語と日本語の字幕両方をつけて見ていきましょう。 Okay. Gotta blast away some rocks so we can expose the power cell. It's working! Nothing's exploded.Okay. Gotta blast away some rocks so we can expose the power cell. It's working! Nothing's exploded. This isn't gonna work.いかがだったでしょうか。 Work という単語はとても便利な単語で、例えば薬が効いたり、作戦が効いたり、攻撃が効いたり、方法が効いたり、口説き文句が効いたり、効果があるという表現なら、何でも使えます。他にも、風邪薬が効いてきたかな、 I think the cold medicine is working という言い方もできます。いろいろな場面で使えますので、覚えておくと非常に便利な表現かと思います。今回は動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。